藤っ子ちゃんは徳島県石井町のマスコットキャラクターである。2011年3月18日に石井町のイメージキャラクターとして誕生。石井町の花である銅がモチーフの妖精で藤の花をかたどった髪型と羽が特徴である。2013年8月には徳島県出身のシンガーソングライターである福富弥生によってイメージソングが制作された。 ゆるキャラグランプリには2012年よりエントリーしている。初年は県内1位の得票数となり、マスメディアにも取り上げられた。キャラクターのアテンド役を兼ねて、同キャラのコスプレをしたリアル藤っ子ちゃんが同行する場合があり、同庁の女性職員の他四国大学コスプレ部が担当している。石井町イメージキャラクター、藤っ子ちゃん。ゆるキャラグランプリ。 2017年2月18日閲覧。プロフィール。福富弥生オフィシャルウェブサイト。2017年2月18日。閲覧。藤子ちゃん大躍進ゆる。キャラ人気投票徳島県内一位。朝日ドットコム。2019年12月29日閲覧。平成29年6月。石井町議会定例会会議録。徳島県石井町議会。 2019年12月29日閲覧。四国大学コスプレブツイッター。コサイン四国有2019年12月29日閲覧。藤子ちゃんプロフィール。石井町。2019年5月22日閲覧。石井町マスコットキャラクター藤子ちゃん。全国町村会。2019年5月22日閲覧。ありがとうございます。